ホールデン・アルバロ・ロベルトは、アンゴラの民族主義者、政治家。アンゴラ民族解放戦線の創設者、指導者。コンゴ族出身。アンゴラの公用語である、ポルトガル語に近く表記するならば、オールデン・アルバロ・ロベルトとなる。1923年1月12日、ガルシア・ディアシュア・ロベルトとジョアナララ・ネカカ夫妻の子として、ポルトガル領アンゴラのサン・サルバドルに生まれる。 聖火は、旧コンゴ王国の王家に連なる一族とされる。1924年、ロベルトの一家は、ベルギー領、コンゴのレオポルドビルに移った。幼少年時代にはバプティスト派のミッションスクールで学び、1940年に、ミッションスクールを卒業した。卒業後は、ベルギー領、コンゴ総督府の財務省に勤務し、レオポルドビル、部下部、 スタンリービルなどで働いた。1951年アンゴラを訪れ、ポルトガル人に黒人の老人が虐待されているところを目の当たりにしたのが、ロベルトの政治、民族意識を開くきっかけになったとされる。以後も、コンゴや北アンゴラの民族主義者から影響を受け、政治意識を高めていった。なお、この間、1949年から1957年の、 間にレオポルドビルの貿易会社に勤務していたとも言われる。1956年7月14日ロベルトとバロスネカ,カは、北アンゴラ民族同盟を創設した。ロベルトは北アンゴラ民族同盟の議長として1958年12月にガーナのアクラで開催された全アフリカ人民会議にアンゴラ代表として出席した。この会議でロベルトは 後の今後民主共和国初代首相となる、パトリスルムンバや、ザンビア大統領となるケネスカウンダ、ケニアの民族主義者であるトムムボヤ、トムンボヤに会う。ギニアのパスポートを取得したロベルトはさらに、国連本部を訪問した。1961年2月には、ジョナス・サビンビが、アンゴラ人民同盟に加盟した。後に、アンゴラ全面独立民族同盟の指導者となる、 サビンビの入党は、ケニアのムボヤと、ジョモケニアッタの強い要請を受けたもので、ロベルトは、サビンビを、人民同盟書記長に起用している。1950年代初め、アンゴラの共産化を防止することを起とした、アメリカ合衆国は、アンゴラ内の民族主義運動に着目した。こうして、ロベルトの支援を検討した、アメリカ国家安全保障会議は、 毎年6000ドルを供与し、1962年からは毎年1万ドルを情報収集を名目に供与するようになった。ロベルトはアンゴラ情勢に関して執筆活動を行う一方、アフリカに関係する様々な国際会議に出席している。国連訪問後、近ンシャサを訪れたロベルトは、今後人民兵を組織し始めた。 1961年3月15日4000から5000人の民兵を率いてアンゴラへ侵入した。ロベルトの民兵組織は遭遇した者をことごとく虐殺し、約1000人の白人とおそらくそれ以上の黒人を殺害した。アンゴラ侵入に際し、ロベルトは声明を出し、今回は奴隷は萎縮しなかった。彼らはべてを虐殺したと述べた。 1961年4月25日アメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領と会談し支援を引き出したが、後にガーナのクワメ・ムクルマ大統領からはこの時のアメリカからの援助を理由に支援を撤回されている。1962年3月ロベルトはアンゴラ人民同盟とアンゴラ民主党を合同しアンゴラ国民解放戦線を結成した。 3月27日国外アンゴラ革命政府を樹立し、サビンビを外相に任命した。また、ザイ,イルからの支援を得るため、夫人と離婚し、ザイ,イル大統領、モブツセセセコの妹婿となった。1960年代にはイスラエルを訪問して1963年から1969年まで、イスラエル政府から援助を受けている。 1964年サビンビがアンゴラ民族解放戦線を脱退し、武装勢力アンゴラ全面独立民族同盟を樹立したことはロベルトにとって不本意なことであった。この頃、州本来の招きで中国訪問を計画するが、ザイールから分離独立を狙うカタンガ大統領、モイズ・チョンベから今後帰国が不可能になるとされ、訪中を断念した。 中国とのパイプはその後も続き、1972年から1973年にかけて、タンザニアのジュリウス・ニエレレ大統領の仲介で、中国から援助を受けていた。アンゴラのポルトガルからの独立を目指した、武力紛争は、ロベルトの FNLA、サビンビの UNITA、アゴスティニョネと率いるアンゴラ解放人民運動の3、 大勢力が対立しつつ展開していった。ザイールは、ロベルト主犯の臨時政府を近社さに樹立し、MPLA に対抗して、アンゴラに、気候部隊、空挺部隊を配備した。しかし、MPLA は、キューバ軍の支援を受け、ロベルト及び、ザイールの意図は、挫折を余儀なくさせられた。このような情勢の中、アンゴラのポルトガル支配は、 ポルトガル本国のクーデターによって新局面を迎えた。ポルトガル軍事政権の主犯となったアントニオ・デ・スピノラ将軍は1974年7月27日アンゴラの独立を承認する声明を発表した。スピノラはポルトガル軍内部の構想によって失脚するが後を襲ったフランシスコ・ダ・コスタ・ゴメス政権もアンゴラの早期独立方針を取り、 1975年1月15日、ポルトガル政府とアンゴラ解放組織サンパは、ポルトガル南部アルボールでの交渉の結果、同年11月11日アンゴラを独立させることが決定した。アルボール協定によって、アンゴラのポルトガルに対する武装闘争は終焉を迎えた。初代大統領には、MPLA のネトが就任した。しかし、 武装勢力3波の対立、特に FNLA と MPLA の対立は激化。1976年1月には FNLA はザイール国境線付近まで退却し、ロベルト自身も近車さえ逃れて指揮を取った。同年3月末の武力衝突をきっかけとして両派は抗争を開始。7月には死の通りの戦闘と呼ばれる 大規模な軍事衝突が起こり FNLA はザイールへ敗走した。軍事力が弱体な UNITA は、両派の武力闘争には関与せず、国内における政治的基盤を強化するべく、運動方針を決定していた。しかし、UNITA のルワンダ事務局が8月に MPLA に攻撃されたことから、両派は衝突し、結局3派の闘争は、 アンゴラ全土へ拡大し、アンゴラ内戦が勃発する。ネットが、新ソロ戦を取ったのに対し、ロベルトは、民族主義、反共主義、新米路線を取った。アンゴラ内戦は、東西冷戦の代理戦争の様相を呈した。1991年 FNLA と MPLA は、ビセセ合意に合意した。ロベルトは、アンゴラ帰国を許可され、 1992年大統領選挙に立候補したが2.1%を獲得するに止まった。同年に行われた人民議会選挙では FNLA は5議席を獲得したが政府に参加することを拒否した。2007年8月2日、心臓疾患のためルワンダで死去。84歳。ロベルトの死に際死。 MPLA のジョゼドゥアルド・ドス・サントス大統領は、声明を出し、ホールデン・ロベルトは、祖国解放闘争における先駆者の一人であると、称賛した。ラム、デビッド、ザ・アフリカンズ、P-178 アンゴラ紛争劇下の一図、FNLA 議長脱出、朝日新聞1976年1月18日、長官、13番、7面、FNLA エス・ヒストリック・リーダー・ディエス。アンゴラ・プレス。2007年9月29日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2007年11月18日閲覧。フランス、プレッセ、エージェンス、ホールデン・ホベルト・ディエス・アット84、フォートツーフリー、アンゴラ・フロム・ポーチギーズ・ルール。 ニューヨークタイムズ、http://www.nytimes.com/.2007/.08/.04/. ワールドアフリカ /.04robrto.html2007 年11月18日閲覧アンゴロンインデペンデンスリーダーホールデンホベルトイズ CNNHTTP コロンスラッシュスラッシュエディション .CNN.COM スラッシュ二零零七スラッシュワールドスラッシュアフリカスラッシュ0八スラッシュ0三スラッシュアンゴラドットデスドット RUT スラッシュインデックスドット h t m l 二零零七年十一月十八日閲覧アンゴラヘッドオブステートコンドールズウィズデスオブ FNLA ヒストリックリーダー allafrica.com2007 年11月18日閲覧ありがとうございます。